2月15日、中国当局の指示を受けている香港フェニックステレビの討論番組で、アジア太平洋地域の専門家と称されるウー・エイレイ氏が、アメリカが軍事力を誇示するなら、台湾問題は朝鮮核問題と同じように考えるべきだ。アメリカが軍事力によって核問題を解決するなら、我々は台湾問題において武力を使うこともあり得ると発言しました。放送後、ウー氏の発言は中国の学者とネットユーザーたちの非難を引き起こしました。アメリカ人がならず者を叱るから、自分は兄弟を殴る。これはどんな論理なのだ。アメリカが北朝鮮を叩くなら、自分は台湾を叩く。アメリカがゴロツキを片付けるのに、自分はふてくされてみせる。なんとも恐ろしい理論で、非常に邪悪な感じを与える。ウ・エイレイ氏が、金氏政権のために、公然と兄弟殺しのような方法を提唱するのは、どういう動機なのか。